本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて本日はですね、つい最近というか先日発売されたばかりかと思います、こちら無印良品さんの上質紙マンスリーウィークリーノート、まあ、9と書いてるんですが、2022年8月の始まり、まあ、私はよく、まあ、無印の手帳というんですけれども、この無印良品さんの手帳の書き方ですね、私が考える仕事で使える書き方について今日はですね、いくつか紹介していきたいと思います。ご覧いただいたらお分かりかと思いますが、どう考えても一番小さいのがこの無印の手帳です、まあ、ノートですね。横から見ていただいても厚みも全く異なります。どちらかというと非常にコンパクトなサイズ、小さい手帳の分類に入るかと思います。なので様々な情報をこれ一冊に詰め込むことは不可能なんですね。ただ仕事をされている方からするとね、ビジネスマンから見るとちょっとこれね、おしゃれで可愛らしいけども使うのには不便かなと思われるかもしれないんですけれども、特定の書き方とかある程度ルールを設定していただくと十分これ一冊でも仕事戦っていくことができます。ではどういった書き方がいいのか、私ならではの考え方少し解説していきたいと思います。左側が今私が愛用しているトラベラーズノートの10年ものですね。そしてこちらが今回購入した無印良品さんの上質紙、まあ、正式名称は上質紙から始まるんですね。上質紙マンスリーウィークリーノート2022年、9と書いてますが8月の始まりのホワイトグレーになります。色はこのホワイトグレーとダークグレー、まあ、真っ黒ではないんですが黒っぽいやつですね。中のこのタイプですよね、中のタイプもこのマンスリーウィークノートタイプと、もう一ついわゆるこのバーチカルスケジュールノートというものがあります。中身に関しましては、まあ、大きく構造が異なってきますので、まあ、使い勝手がいい方で構わないかなと思うんですけれども、今回私が皆さんに紹介していくのはこういったタイプですねのものになってきます。でまず簡単にこの手帳ノートの構造なんですが、で無印さんらしいこのシンプルなデザイン、そして色、そして中も非常にシンプルです。まずは年間のこういった8月からのですね、8から約1年間の2022年、2023年の縦割りの曜日と日付ですね。そしてもうシンプルに8月のマンスリーページ、もちろん、まあ、9月のマンスリーページとあります。そしてそれと付随するように、各ページにはバーチカルではなくて、いわゆる右側には方眼のフリーページ、メモページですね。左側には1週間の曜日と日付、そして横割りでボックスが書いてある。まあ、特に何かこだわりがあるわけではなく、皆さんもよく使われる手帳、とじ手帳とかシステム手帳のリフィル、よく採用されているタイプになっています。まあ、後ろのページに行くと数ページですが、このように方眼だけのノートページもあります。あとはまあちょっとここにカードをさせるようなものがありますが、あまり使うことはないかな。このような、非常にシンプルな、構造になっています。では今から実際にこの手帳の中身、少し書き方お話をしていきたいと思います。今回も事前に少し中書いておりますので、それを見ていただければと思います。はい、こんな感じですね。では実際にこれがどのような書き方をしているのかを説明していきたいと思います。これ基本的に私がですね、とじ手帳であってもシステム手帳であっても私はマンスリーは基本この書き方をしています。どんな書き方かというとですね、まず一つ目は各曜日とか、まあ、ボックスですよね、日付の中にはその日発生するタスクの名前だけを書いていて、そこに時間帯は書かないというやり方です。例えばですね、どこにしましょうか。13日、ここには本店会議とか D 社ミーティングというような、まあ、サンプルの書き方をしているんですが、ミーティングが何時にあるのかとか、
本店会議が何時からあるのか、そういったことは一切書きません。あくまでも7日に何があって、8日に何があって、9日に何があって、何が本当に発生するのかだけを書いています。理由に関しては非常にシンプルで、見やすさを追求しています。時間を書いてしまうと、どうしてもこのサイズの手帳だと情報過多になってしまって見づらくなってしまうんですね。後ほどのページでこの時間帯を補填するような書き方をしていきます。続きまして左側、ここの部分ですね。ここはマンスリータスクと書いておりますので、年間計画から、まあ、12ヶ月で割った時に発生するその月ごとの大きい1ヶ月間の目標とか1ヶ月間のタスクを書いていきます。まあ、例えばなんですが、目標売上を書いてみたりとか、あとは、小売業であったりとかアパレルの方であったら夏の装飾に変更しなければいけないので、そういった情報、もしマーケティングとかウェブ関係のお仕事をされている方であれば、月間の PV 数であったりとか、そういったようなですね、こう月間で自分が何をしなければいけないのかというような目標であったりタスクを書いていくのがここ。つまり普段この見開きページでは左側に書いてある1ヶ月のこのタスクをどうクリアしていくのかということを、まずは目標に週間ごとの予定を立てていくというわけですね。そして蛍光ペンの使い方なんですけれども、まず1つ目、私は必ず休みの日はピンクでこう囲います。理由がですね、休むのが大好きだから。もう家族とどっか週末出かけることを目標に仕事をこう爆速にこなしている、そう言っても過言ではないぐらい休みを大事にします。四六時中仕事のことは考えていますし、仕事脳なので休んでいても頭の中でね、自分のミッションは忘れないんですけれども、絶対休みます。なので絶対休むためにも予定を入れないように意識的に赤枠を書いています。これは皆様のお仕事の、例えば、高級の日数とか、当然土日お仕事されているサービス業の方とかもいらっしゃると思いますので、当然ここではないと思いますが、休みの日には蛍光ペンでこのようにチェックをかけていきます。さて、あとオレンジとかこの黄色の線が何かというとですね、いわゆるこちらのマンスリータスクに書いているような夏の装飾のデコレーションをチェンジしなければいけない期間とか、期間が発生するようなものは全て蛍光ペンでラインを入れていきます。月間でそういうふうに複数日にちを渡ってこなしていかないといけないイベントとかタスクが非常に分かりやすく見ることができます。ここに時間帯までを書いてしまうと、ここまでのタスク管理であったりとか情報を組み込むことが結構難しくなってきます。なので私は時間はこのページではせずに、あくまでも月間の目標タスク、そして休みの日がいつなのか、その日に何が発生してやらなければいけないのか、そういったものをできるだけシンプルに見やすくしていっているというのが、このマンスリーページの書き方になっています。ではここからですね、このページでは記載できなかったことをこのページですね、いわゆるこのメモページ、方眼ページなどに書いてはいくんですけれども、さてどのような書き方をしていっているのか、続きましてはそこのページ行ってみましょう。はい、今回はちょっと複数のパターンを考えてみました。一つ一つお話をしていきたいと思います。まずは1つ目、この左側から行きましょう。そもそもこの左側のページは、最初は1週間の日付とブロック、横割りのブロックがあるページをどのように使っていくかというと、事前にですね、無印さんのこのノートは上にチョボがあります。なのでそこから縦線を引くことによって3分割にすることができます。その3分割をどのような意味にしていくかなんですけれども、まずここ行きましょう。まず1つ目のブロックはタスクとして使った場合の考え方です。一番左のブロックにはその日予定していた自分の予定 to do を書いていきます。そして真ん中、ここの2つに関しては、その日突発的に発生したタスクとか頼まれ事を書くようにします。
なので3つボックスがある中でも、今日やらないといけないようなこと、自分で決めていたこと、突発的に発生したタスクを分けて3つ書くようにします。これだけでも自分が本来しないといけない仕事と頼まれた仕事が非常に明確に見ることができます。かつ例えばここのブロックを今日しないといけないことか、明日でもいい仕事なのか、こういう分け方をすると、もう優先的に自分がやる仕事、今日しないといけない頼まれたこと、明日でもいい頼まれたこと、これが3つ明確に書いてくるので、このボックスを見ながらどれを優先的にタスクをこなさないといけないのかが分かりやすいかと思います。そしてこっちの場合の考え方ですよね。1ロール、2ロール、3ロール書いてるんですけれども、ロールは役割です。つまり例えば自分が店長さんされている方であったら、店長さんとしてやらなければいけない業務とか、兼任をしながらちょっと社内デザインされている方であれば、社内デザイン業務として頼まれていることとか、このようにご自身の役割に応じたこのカテゴリー分けをするだけでもごっちゃになることがないです。店舗の品出しと店頭チェックというタスクの中にチラシを作るというタスクは混載されてこないので、頭の中を整理するという点ではロール3つ役割を分けるというのは個人的に非常におすすめの分け方になっています。そしてもう1個の考え方、シンプルにこうですね、はい、左側に行けば行くほど重要度が高いタスクを書いていくというやり方なので、左側から順番に、左真ん中右という順番にトゥードゥタスクをこなしていくと、まあ漏れがないというか、周りに迷惑がかからないようなタスク進行することができますよという考え方です。はい、あとまあここはあえて2ブロックで分けてますね。タスク、私がよく言う言葉、自分が決めたタスク、アスクは相手に頼まれたこと、仕事をするときに自分が決めた仕事なのか頼まれた仕事なのか、3分割ではなく2分割で考えるという方法もあります。これはお好みですけれども、左側のページ分割することによってそれぞれのブロックに意味を持たせ、ご自身のトゥードゥタスクを管理するというやり方が一つの考え方になっています。では続きまして、右側なんですけれども、右側は私の過去の動画でもよく出てきている一番まあおすすめというか、自己管理用の書き方をまず参考例で書いてみました。まず一番上には週間目標です。1週間どういった気持ちでやっていくのかということを書き、そして4つの役割ですね。私は4つでよく考えます。お父さんとして、 YouTube の経営として、GM として、まあ、もう1個あるんですけれども、4つの役割でどんなそれぞれの目標を1週間取り掛かっていくのかというものを書きます。1週間の目標とは別に、この4つの役割ごとの目標を立てています。そしてここはウィークリータスクですね。先ほどのページでマンスリータスクが出てくるんですけれども、ここをさらに細分化して1週間に落とし込んだような内容ですね。そこを書いていきます。そして、下段にはルックバックなので振り返り、もしくはメモみたいに、1週間の大きい行動指針みたいなものを右側に書きながら、左側には1日ごとのタスクを書いて整理をしていく、そういった書き方ですね。まずはこの2つの書き方です。そしてね、今回はちょっとまた別のパターン考えてみました。はい、シンプルにこの2つはタスクではなくて時間ですね。時間、どんな時間に何をするのかという書き方になっています。ただちょっと違います。左側少しクローズアップします。左側の書き方は、時間の動きが左から右に動いております。もともとですね、このタイプの無印のノート、手帳には時間って書いてないんです。罫線しか入っていないので横線だけなんですね。なので私はこの一番上のところに小さく8、9、10、11、12と、まあだいたい8時から夜の19時、もしくは皆様によったら9時からスタートでも構わないと思いますが、時間を書いていきます。はい、
あとはもうこのように移動、朝礼、ミーティング、どの時間帯に何が発生するのかをマークを入れながら書いていく。そして私はこのブランクの時間ですよね。フリーの時間。自分の自由時間、いろんなことを考えれる時間はここのタイミングにありますよという目的があるので、ここに蛍光ペンの四角でチェックマークを書くようにしています。で、これね、今回のような無印の小さいタイプのノートになるとかなりここって小さい字で書けないと書きづらいです。今回私動画では 0.5 ミリサイズのペンを使っているので、実際皆さんはもっと細いペンを使われるかと思うんですが、それでも書ける情報が結構きつい。なので表記ルールを決めていきます。私の場合は朝礼は MA、 家電はテル、会議は MTG、 制作は MK、 退社は GH、 移動は MO みたいに英単語の頭文字を使って勝手にルールを決めていきます。テルはそのままですよね。制作は Make の M と K を取ってたりとか、変えるのは Go Home なので G と H を取っている。これは私の勝手なルールなんですけれども、こういった英単語を組み合わせて普段は書くようにしています。そうすると確かに自分にしかわからないんですけれども、限られたスペースでも一体何が発生しているのかというのをシンプルに明確に把握することができるんですね。こちら右側の方眼を約3マスごとに縦線を入れることによって6日分の日付を管理することができます。基本1週間7日なんですけれども、まあ1日は皆さん休まれることを考えると、まあ6日間で十分タスク管理はできるかなと思っています。先ほどのページは左から右にいわゆる時間軸が流れていたのとは逆に、こちらは上から下に時間を割り振っています。方眼の方が面積が広いのでかける時間帯も結構多くかけますね。8時から20時、12時間の時間で管理することができます。書き方も少し異なります。先ほどは横でね、タスクを縦に書いていたのが、時間を縦でこのように引っ張ってくることができます。そして右側には先ほどお話ししたように自分で決めたルールでこのように何があるのかを書いていくというやり方です。あとは蛍光ペンですね。内容によって色を変えてラインを引くというのもおすすめです。前回の私の動画でも登場した自分自身の予定では、例えばピンクとか赤とか、自分ではなかなかコントロールができづらい会議の時間帯とか決定事項は黄色、隙間時間、フリー時間、自分自身の時間は青。このように色ごとにこう分けていくと、1週間通して見た時に自分がどれだけフリーの時間を取ることができているのか一目瞭然になります。あとはまあ矢印の書き方は、私は癖でもうね、こっちの方が早いんでパッパ書きますけども、矢印の方が見やすい、そういった書き方もあってもいいかと思います。このように先ほどのページは主にタスクと週間目標の書き方、こちらは1日の時間の書き方です。つまりここの皆様の使いたいところを組み合わせることによって、この小さい無印の手帳でも十分に普段のタスク管理、月間の行動管理ができるようになりますよというお話でした。というわけで今回は無印良品さんが出されている手帳ノートの使い方について少しお話をさせていただきました。薄いからとか小さいからとか、一方でリフィルを挟むタイプだから、大きいシステム手帳だから、そういうわけではなくて、基本的に手帳とかノートというのは発想と書き方によって化けます。はい、全てが全て当然小さいので書き込むことはできませんが、本来自分が管理したいことに的を絞ってそれに合うようなフレームワークさえ作ってしまえば、十分これを仕事用として活躍させることが可能なんですね。ぜひですね、今日紹介したやり方と皆さんならではのやり方きっとあるかと思います。手帳はいろんなアイディアを組み合わせることによってどん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 バージョンアップしていきますので、ぜひですね皆様チャレンジしていただければと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。
よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。Looking back at me, I don't know what happened.